えただいまご紹介に預かりました、えー、と私、ですね株式会社 UA アドバイザーズのコンサルタント税理士の岡と申します。えー、本日はですね、賃貸不動産の法人化に関する論点整理と税務の基礎ということで、えー、途中まあ10分ほどですね、休憩挟みまして、これから2時間お話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 それではです、ね、本日の内容なんですけれども、きょうはです、ね、まずはじめに賃貸不動産の法人化の概要、こちらをまず最初に簡単に説明した後に、各税務のです、ね、論点をお話ししていきたいと思います。ではです、ね、早速、中身の方に入っていきたいと思います。まずはです、ね、賃貸不動産の法人化の概要といったところになります。 賃貸不動産の法人化なんですけれども、こちらはです、ね、明確な規定というのは特にないんですけれども、一般的には法人を活用して、所得税の負担を軽減していく手法ということになっていきますで。所得税に関しましては、個人の所得に対して課される税金なんですけれども、年間の課税所得の金額に対して、所得税率をかけていくということで、計算をしていきます。 でえっとまあ、株の譲渡とか不動産の譲渡以外のです、ねえーまあ、総合課税の部分につきましては、取得が多くなるにつれて、段階的に税率も高くなる累進課税となっておりますので、最高で45%、で住民税10%を合わせますと55、55%の税率となっているということになります。 法人税の方はですね、えーまあ、法人の職得に対して課される税金なんですけれども、法人のほかには住民税とか、あ事業税なんかの地方税もありますので、まあ、これを含めた実行税としましては、まあ、約30%というふうに言われております。 そういったこともありますので、課税所得の多い個人の場合には、まあ、所得税率よりも税率の低い法人の方に、まに、所得を帰属させたり、分散させたりすることによって、税金の負担を軽減することが可能になるということになります。でこの賃貸不動産の法人化の形態なんですけれども、まあ、大きく3つの形態がです、ね、よく取られております。まず1つ目なんでですすけれどもこちらはですね 管理会社方式と呼ばれるものでして、通常、不動産オーナーの方が直接、賃借人の方と契約をして、賃料をもらって、必要経費を払ってといったところで、儲けの部分に対して所得税かかっていくという仕組みなんですけれども、こちらのですね税金を節税するために、管理会社、こちらを設立して、管理業務の一部を委託して管理料を払っていくと。 経費をそこで作っていって所得税を少し圧縮していくという手法になっていきます。で二つ目がですねサブリース方式と呼ばれるものでしてこちらはですね不動産オーナーの所有している賃貸不動産こちらを方針を設立してそちらに対して一括が使用していくというものになります。 で一括貸しで借り受けた法人の方で賃借人を募集して、えー、そこからです、ね、賃料を取得していくと、でえー、法人の方から不動産にオーナーに対して支払う賃料に関しましては、まあ、空室のリスクであったり、管理業務ですね、こちらの内容を考慮して、えー、支払っていく賃料を決めていくということになります。ですので、直接賃借、賃貸するよりかは、えー、個人の省の取得というのは軽減されていくということになります。